ジョゼフ・ルイ・フランソワ・ベルトランは、フランスの数学者。数論、微分幾何学、確率論、経済学、熱力学の分野で活躍した。エコール・ポリテクニックとコレージュ・ド・フランスで教授を務めた。フランス科学アカデミーのメンバーであり、26年間常任初期を務めた。父は、医師のアレクサンドル・ジャック・フランソワ・ベルトランであり、兄は、考古学者のアレクサンドル・ベルトランである。 父はジョゼフが9歳の時に死去したが、代数及び初等期科学の概念を学習及び理解するのに、支障はなく9歳の時にラテン語を流暢に話すことができていた。11歳の時にエコールポリテクニックの家庭に、聴高生として参加した。11歳から17歳までで2つの学士号、免許、及び電気の数学的理論に関する論文で、PhD を取得し、 1839年の入学試験でエコールポリテクニークに初めて入学した。1845年に N3 の時 N と 2N-2 の間に少なくとも一つの素数があると予想した。1850年にチェビシェフがこの予想を証明した。これは現在ベルトランの仮説と呼ばれている。またベルトランの逆説として知られる。 確率論の分野における逆説で有名であった。ゲーム理論にもベルトランにちなんで名付けられた逆説がある。1849年、初めて現在でレキント切断と呼ばれるものを使用して実数を定義した。ゴサロンと最小事情法に関するカールフリードリヒガウスの研究をフランス語に翻訳した。経済学の分野では、河川の理論に関する研究、具体的には、 フランスの数学者、アントワーヌ・オーギュスタン・クールノーのクールノー、競争モデルをレビューした。彼のベルトラン競争モデルにより、クールノーは、非常に誤解を招く結論に達したと主張した。彼は、戦略変数として、数量ではなく、価格を使用して、モデルを作り直し、これにより、均衡価格は単に競争価格であることを示した。著書サーモダイナミックの第7章において、 熱力学的エントロピーと温度は、化逆的なプロセスに対してのみ定義されることを指摘した。彼はこれを指摘した一人である。1858年に、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選出された。ありがとうございます。